こんにちは、リエモンです。はい、ニコです。今日はハイゼットカーゴ DIY としてこのミラー型のドラレコを取り付けます。このミラー型のドラレコはこのバックカメラの映像がここに映し出されるので、普通のバックカメラとしてね、使えるということです。まあなんならバックカメラの映像をここに映し出しながら走れるので、まあカーテン閉めたまんまでも走れるよみたいな、そういうことですね。そうですね、はい、はい。これを今回は私がつけます。ニゴさんはカメラマン専属です。じゃあやってみよう。あう。じゃあね、ミラーはこのミラーにかぶせます。カメラの映像がここに映し出されてます。今ね、 GoPro の映像だと本当に鏡のようにしか映ってないんだけど、肉眼だとちゃんとねカメラの映像が映し出されてます。本体はただただバンドで固定するだけと。で、 GPS はこの辺に置き、今配線をここと合わせてきて、これをここに出したら、でここに挿します。これはまた後で、あのあれで、後であれでな、うん、なんだっけ、後であれでなんだっけ、紐くくるやつ。求めてるのはこれですか。そうそう、昔は食パンこういうのがついてたよね。まあスッキリと言っても私のやることなのでそんなに綺麗じゃないけど、スッキリ。GPS ここにつけました。次は電源ですね。今シガーソケットにドラレコの電源つないでます。この配線を足元周りをバーって這わせて、この上からつなげれば、まあ、スッキリするんじゃないかと思います。から出てきて、このパッキンの中に配線を隠していきます。じゃあここはもう閉めてきますね。ここまで来たらまたここら辺にひょいひょいと、もともとつけてたドラレコの配線止めるやつ、前のドラレコはAmazon の5000のやつだったんで、ちょっと画質が荒いんですよね。ですのでちょっとこの機会にいいのをつけてきました。これぐらいやると綺麗すっきりになると思うんですが、私が一人で車中泊をするときにこのドラレコを夜中も動かしておきたいんですね。夜はポータブルバッテリーをこの前の方に置いて、ここから電源を取りたいので、あんまりねこの辺キチキチに配線をきれいにしちゃうとここに届かなくなっちゃうので、もうこの配線はまあこのままにしておきます。1個だけこの辺引っ掛けといて、すぐに外してここに付け替えれるようにしておきます。最後はこれバックカメラです。ここにカメラをつけて、配線をここからこう、この上をこうビーって通って、ずっとここを上通って、最後にここからピロンって出てくる。ピロンってね、よしそういう作戦で行こうということですね。ペロンってな。この辺にはコードクリップが入っております。はい、私がセットしておきました。前のドラレコをつけるときにな。ありがとう。ありがとう。結構簡単だから、こういうのも自分でやると、あれ、ドラレコ動かないなというときとかに、どこで何がおかしいんだろうっていうのが、自分で調べることができそうなので、いいかなと思います。大体そういう配線が緩んでる、ジャックが緩んでるとか、そういうことが多いからさ。両面テープがついているので、両面テープを貼っていきます。両面テープもスルッと。いや、時間かかったけどね。カットされてるけど、今15秒ぐらいありましたから。OK ですか？ OK でごじゃる。とりあえず、ちょうどいい具合にセットされていると思います。はい。OK です。割と簡単にドラレコは取り付けることができます。あ、ちなみに案件ですか？違うんです。これ案件じゃないんです。どうしようかな。言おうかな。実はこういう案件もあったんですよ。でも、自分で買いました。自腹、おいくらでしょう？いくら？ 13,900円。うん、安いんですよ。ドラレコ安くなったね。昔オートバックスでね、45,000円ぐらいで買った覚えがあるんだけど。そうだね、取り付け工賃込みで45,000円ぐらいで買いました。5年ぐらい前だね。今はもう14,000円で買って、もう自分でさっと取り付けたら終了と。 その取り付けてもらったやつはシガーソケットに取り付けるやつじゃなくて、ちゃんと裏から通してシガーソケットの裏でつながってるの、なんというのよくわからんけど、プロのやる仕事なので綺麗に収まってるんだけど、そうすると夜中ドラレコを動かしておくことができない、ね、ほうほうほう、うん、なるほど。今までもう私一人の車中泊の時は夜中にドラレコを動かしてました。一応防犯のため動かしてたんですが、その映像は確認できないんですよね、その場で。できなかったことはないぞ。 できなくはない、こんなところなので、うん、映像確認しにくかったんですが、これからはあの大きなミラーで確認ができるので、あ、周りに何かがおかしいと思ったらすぐドラレコで確認ができますというメリット。おめでとうございます、はい、ということで、このままで終わったら単なるちょっとしたレビュー動画になっちゃうので、私は車中泊に行ってきます。お願いします。はい。
はい、ということで私は今ドライブに来ています。ちょっとドラレコを試そうと思ってね、試し運転のためにドライブに来ました。前後カメラがここに映されてますね。これが後ろ、これが前。後ろから走ってくる車がバックカメラはね割と遠くに感じるんですけど、実際はね結構近距離にいるので、そういうバックカメラの見方とかにもねちょっと慣れたいかなと思います。もうガンガンドライブにちょっと行こうかと思います。今日ゴールデンウィークの終盤の方なんですが、道が混雑とかしてたらもうすぐ帰ってこようかなと思ったんですけど、もう全然スイスイ走るのでドライブが楽しいんですよね。このままドライブ続けてどっかで車中泊するか、もしくは帰るんですけど、どっちにしても一回お家でお風呂は入ってきたので、車中泊するにしてもお風呂は終わってます。はい、到着しました。岐阜から福井に向かって2時間ちょっと走ってきて、今ここ道の駅南越前三海里っていうところにいます。新しい道の駅みたいでね、すごい綺麗だし、キャンピングカーも止まってるので、今日はここで車中泊をしたいと思います。ここは北陸自動車道もうすぐ隣を通ってて、南城サービスエリアと道の駅が行き来できるようになってるんですね。南城サービスエリアは深夜も営業してるし、ここの街灯消えることは多分ないと思うので、ここで車中泊をしたいと思います。現在20時20分道の駅南越前三海里に来ています。駐車場はまあパラパラと止まってますね。お手洗い、1階のトイレ使えるのかな。深夜もこれめちゃめちゃ綺麗ですね。これ道の駅っていう感じがしないね。本当に新しい道の駅で綺麗。ここはお土産屋さんはやってないけど、さすがに閉店しましたとかね。カフェは明るい。あ、でもまだ明るい、やってそうなところもあるのかな。あ、もうどこもやってないのかな。あ、やってるのかな、わかんない。営業時間がすごい、22時までやってる。ラストオーダーが21時。今ここが道の駅南越前三海里の2階フードコートから出てきたところで、ですぐにこっちが南城サービスエリア、北陸自動車道の南城サービスエリアとつながってます。サービスエリアだったらね24時間営業でご飯食べれるので、こっちで何か食べたいと思います。福井といったらボルガライス食べてみたい。フードコート、あ、ボルガライスはもう売り切れだ。どうしよう、金沢カレーっていうのが有名なのかな。チャンピオンカツカレーです。いただきます。美味しい。カツにソースがかかってるから、カレーにソースをかける人とかいると思うんですけど、そういう味がする。金沢カレーの特徴はカレールーの上にはカツが乗っている。その上にソースがかかっている。ステンレス製の船型のお皿に盛り付けられている。先割りスプーンかフォークで食べる。これは普通のスプーンだね。付け合わせにはキャベツの千切り。まさにこれなんだね。美味しいです。もう9時過ぎなのにめっちゃお腹いっぱいになっちゃった。散歩してこようかな。こっちがお土産屋さんですね。さすがゴールデンウィークというか土曜日というか、お客さんいっぱいいるこの時間でも。ファミリーマートなんか行ったらまた今度は甘いものとか買っちゃいそうだしね。南城サービスエリアのこっちがプラットパークになるのかな。道の駅とつながってるのかな。ちょっとまた明日の朝明るくなってから探検しましょう。さっき気づかなかったけど、お花見団子セット、フードコートはあそこで閉まりますね。売店もここで閉まる。観光案内所は24時間利用できるのかな。ここの道の駅めちゃ良くない。何時までこうやって明るいのかな。21時15分の駐車場がこんな感じです。車に戻ってきました。周りのカーテンは全て閉めました。このカーテンでここは仕切られてるので、まあ、よっぽど大丈夫だと思うんですけど、フロントガラスと運転席、助手席の目隠しもしました。ポータブル電源を助手席に置いてドラレコを動かしておきたいと思います。 DC12V に挿してドラレコを動かしたいと思います。はい、はい、ここドラレコ入ってます。こっちが前の状態とこっちが後ろの状態。前のカメラがこの裏側にあるので、これはちょっとねサンシェードでカメラ隠さないようにしなきゃいけない。外でなんか物音とかしてちょっと怖いなと思ったらこのドラレコで確認ができるので、そういった意味では重宝するんじゃないかなと思います。でドラレコ動いてるのはこれ 6W ですね。ほんとわずかな電力しか使ってないので、もう朝まで十分持ちますね。
なんかもう今日は本当にこれといった準備もなく、冷蔵庫も持ってきてないし、クーラーボックスもないし、本当にちょっとドライブに来た感覚ですね。で、なんかニゴさんが買ってきてくれたチョコビ、ちょっと今食べないけど開けてみましょうか。チョコビって初めて、クレヨンしんちゃんね、シールが入ってるんだ。いやでもさ、なんでこれ買ってきたんだろう、すごい不思議なんだけど。よいしょ、チョコビ、キャラメルコーンのチョコ味みたいな、そんな感じなんだ。初めて食べたチョコビ。ほんとニゴさんの趣味がよくわからん。買ってきてくれてありがたいけどね。この連休中いろんな方にコメントをいただいて、一応全部読ませていただいてて、一人でドライブ行くようになりましたとか、車中泊も行くようになりましたとか、夜中の山道を走ってきましたとか、なんかそういうの見てたらめちゃめちゃなんか逆に私の方が影響されちゃって羨ましいとか思って、結構私連休中は一応ニコさんの仕事のお手伝いをしててどこにも行ってないんですね。まあその前に1週間の春休みとかちょこちょこはお出かけしてるので、ゴールデンウィークに出かけられなくても全然それはいいんですけど、でもなんかそういう皆さんのコメント読んでたら、うわーもうめちゃめちゃどこか行きたいとか思って、ドラレコのバックカメラを慣れるためにドライブに行ってこうとか車中泊に行ってこうとか、ほんとこじつけのように出てきました。私も皆さんに影響されてお出かけが楽しくなってます。はい、ということでカツカレー食べてお腹がパンパンなので、もうちょっと起きてたいかなと思うので、動画でも見ながらゆっくり寝ていきたいと思います。外はすごい風がビュービュー吹いてて割と肌寒いんですよ。結構トレーナー着ててもちょっと寒いぐらいなんですが、車内は毛布1枚多分十分なので、もうこれ倒してこのまま寝るっていう感じになると思います。もしちょっと寒いようだったらこれ寝袋使ったりとかしようかなと思います。ということで、おやすみなさい。おはようございます。現在朝7時15分、もうすでに車内がちょっと暑くなってきた。深夜はちょっと寒くて寝袋の中で寝たんですが、今は若干暑いぐらいになってきた。時間も時間ですので、そろそろ準備をしたいと思います。とりあえずこの身支度が終わったら、道の駅のなんとかカフェが7時からやってるみたいなので行ってみたいと思います。外は結構風が吹いてて涼しい、半袖ではちょっと肌寒いと思うんですが、車内は本当今もう7時台で暑くて網戸がいりますね。私まだ網戸つけてないんですが、これは網戸が必要ですね。また網戸の DIY を考えたいと思います。このハイゼットカーをなんですが、車両本体を塗装 DIY をしちゃったりしてるので結構手をかけてるように思えるんですが、実は内装なんて本当に素人でできるようなことしかやってないんですよね。ドライバーとハサミぐらいとかでできるようなことが多いかな。本当に簡単なことしかやってないので、網戸もできるだけ簡単にできることを検索しようかなと思います。また大した DIY じゃないとは思いますが、網戸も取り付けていきたいと思います。それでは道の駅行ってみましょう。もうね、ある程度カーテンも開けてきましょう。ただこっち側はすぐお隣に車がいらっしゃるので、こっちはちょっと閉めとこうかな。こっちに車がいて人が映り込んだりすると自分の編集が大変になるというね。はい、それでは行ってきましょう。道の駅南越前3階、こちらが朝8時の様子です。車中泊されてた方もいらっしゃいました。これ行きましょうか。モーニングセット、これが美味しそう。このモーニングセットの極み、あ、極、あ、ごめんなさい、極みじゃないか、結構ボリューム、あ、そうなんですか、はい、卵サンドを、はい、単品でっていうか、はい、はい、はい、ありがとうございます。はい、すいません、はい、いい、ありがとうございます。このカフェ海南さんというところで卵サンド買いました。モーニングセットを食べようと思って、このモーニングセットが500円、ね、これが1500円だったんですよ。朝から1500円はちょっと高いとか思っちゃって、卵サンドお持ち帰りにしました。楽しいな、今日は楽しいな。めちゃめちゃ美味しそうです。で、電気ケトル持ってこればよかったなと思いますが、まあ、ちょこっと家電でお湯を温めてます。
今回の目的のドラレコを試す旅で一晩中ねドラレコを動かしてたんですが、前と後ろの様子はわかるんですが、まとなりで声がしててもそこは映らないから、結局カーテンからちょっと覗き込むっていうね。まあそれはしょうがない。今道の駅の売店にも行ってお土産も買ってきました。越前お味噌汁6食セット1200円ぐらいしました。6食なので1食200円ぐらいですね。これをまたそのうち車中泊に持ってって食べたいと思います。ちなみにですが、皆さんドライブのお供にお菓子とか食べたりしますか？私はね、結構このじゃがりことか食べながら運転したりします。みごさんはもっぱら果汁グミ。皆さんがドライブのお供にしているようなお菓子があったらまた教えてください。ということで、ハイゼットカーゴ DIY からの車中泊の回でした。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。